よし、いいぞ。お疲れ様です。ということで、5体目、撃破。違う。はい。行きましょう。オーケー。で、ファーって、湯気が、湯気なのかな？熱いものが来て、はい。宝箱一応ね、取りましょうかね。よいしょ。はい。あ、OK。で、樽がなくなるんで、右行って左と。そうすると樽が復活してるんで、もう一回同じことをやりましょう。覚えてるもんやな。ラストダンジョンの、まあ、この一本道の仕組みだったらね、なんとなく覚えてるわ。さすがに、あのルドヴィックの部屋とか、部屋シリーズは、さすがに覚えてないわ。何にも。ほぼ何にも覚えてなかった。さて、うざったい、うざったい。もうだって、倒せっていうことを強いられてるじゃん。もう。倒せということを強いられてるな。嫌いやわ。待ってーなー、もう倒せじゃん。なんか変なもん来たし、もう倒すか。いやいやー、あったね。そうだ、そんな敵だったわ。はい、はい、バカ。うわー、なんか取られたんだが、アイテム禁止、アイテム禁止、なんなんだそれ、うざすぎる。テレサはちょっと粉砕玉砕大喝采か。OK。1、2、3、4、5。いいんじゃない？いいんじゃない？非常にいいと思いますよ。次、マリオね。はい、ジャンプ。はい。OK。いや、もう、雑魚だからなんだっちゅう話よ。ちゃんと使おう。必殺技。ミスしても、倒せることは倒せる。オッケー、ナイス。治んのか、早えよ。これはどうするかな。ちょっと俺はテレサを倒してんだけどな。うわ、全然じゃん。オッケーオッケー、いいよ。ああー、これならテレサも倒せるんじゃない。で、終わり。オッケー、いいよ。非常に素晴らしい。やったー、アドバンス来た。I got it！ ありがとう。チョッパーの、こいつまだ気絶してんのか、嬉しいの。にょーん。ね、アドバンスはね、見ててくださいね。覚えてますよ、こいつのアドバンス。あ、その前に死んじゃう？死んじゃったし。まあ、ボス戦で、皆さんにね、お見せしますけども、32。攻撃力が上がりの HP が上がんねえんだよね、なかなか。で、ヒゲが95と。ありがとうございます。おお、ルイージもレベルアッピング、いいね、いいね。ここヒゲ上げてもな、クリティカル上がるのかっちゅう話だからな。当たんねえか、当たんねえか。うわー、マジか。ハンマーブロス一番めんどくさいやつや。なんでタイミング読めないの。もうそこ、それが一番腹立つよ、もう。はいはーい、よいしょ。オッケーオッケーオッケー。これね、アドバンスじゃない方がいいんだよ、この技は。こいつ HP10 だから。終わり、ありがとうございます。あ、間違えた。アドバンス見せようと思ったのに。忘れとった。39。終われ。よし、25。ありがとうございます。で、出た。これでテレサ出ねえだろ。出ないね。
倒すのが一番楽だったわ。さっきから咳ごめんなさいね。はいはい、ここら辺はウフ豆はないと。こっちはウフ豆はないと。あれ、これってもしかして火つける感じか。関係ねえな。にょにょこれ火つける感じだったっけ。これ違うな。頭固いな。昔ならできたろう。できなくなってるな。何か、これだ。よし、で上りのファイヤーか。B をして、ファイヤー OK で、オリーの壊さずに右も同じことを同様にねやればいいんじゃないですか。上りのファイヤーつけるで、扉開くと。あ、来た、これ。はい、ここは壊して、ここはもう壊していいな。よし、おーほーほー、それが来ましたか。ちょっと待てや。これはね、こうやな。はい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 、ありがとうございます。ウルトラハンマーでよかったね。スーパーハンマーだと無理だったからね。ハンミャーで逆回転なのか。あー、ありましたねこんな仕組みも。さてさて、違う違う、こっち向くな、マリオ。お前こっち向きたがりやだな。何なの腹立つわ。ここ、はい、OK で、違う、一回ね、これね、一気にね、あの左上行けないはずだから、一回入り口に戻んないといけないんだよね、これ。そうで、もう一回ここですよ。はい、 OK です、ありがとうございます。はい、ウルトラキノコ、ウルトラシロップ、これなんぞ、罠か。あー、戻るよか。じゃあセーブしましょう。さあ、6体目、名前は多分女かな。やっぱりウェンディーだ。ウェンディーが6人目か。割と珍しいのか。はいはい、おー、なんぞや。ここに扉があるっていうことは、なんか避けないといけないのかな。なるほど。何？何？めんどくさ。あ！なんだ。そういうことか。これでもよく考えたな。こっち向くなって。そうそう、待機でしょ。でスタートボタンを押してマリオをこうだわ。A ボタンで叩いて、スタートボタンを押してルイージが叩く。あ、なんでやね。 OK、 あー違う、あー B 押さなくていいんだ、 A だ。はい、違う、 OKOK、 いいですね、これだけのことでした。はい、 OK。 うわー、またタイムか。次元ボムの顔の数字が0になるとゲームオーバー。数字が0になる前にコクッパー倒せ。いくぞ。覚えてない、覚えてない。おお、偶然。めっちゃ偶然。はいはい、でよいしょと。 OKOK、さっきのロイがな、あの爆弾の数字が5の時に倒せたから、さすがにもっと強いか。あー、だからアドバンス忘れてた。あー、最悪や。そりゃマリオになるわ。マリオになる。日本語で OK。これはまた向こうの攻撃か。
可能性あんな。ああ、よかった。ありがとう。はい。はい、ショート。OK。7になって、あ、6か。にょーほーん、強いなぁ。ちゃんと見切らないとな。26。あれ、ダメージ26か。ちょうど死ぬなぁ。にょーん、それはない。それはないですわ。うわ、分身すんけ。それはめんどくさい。いや、重かったの忘れてた。次は何？うわー、負けた。いや、悔しい。まさかコクッパにやられるとは。こっちだね。さてさて、さすがに武器をちょっと確認しますかな。パックンスーツって何なの？そういえばさっきゲットしたけど。HP オート回復。ああ。最悪やん。最悪やん。つけない方がいいじゃん。ボーナスリング。もうこういう系やめとこうかな。ホールドは美味しいな。さすがにこれ使うか。えらい、ルイージがえらいフォースで、マリオが、パワーグリップ。まあ、こう、なんでいいでしょう。ああ、いいでしょう。うん。はいはい。よし、これでいこう。キノコで、同じことをすればよろしい。はい、できることならハンマーじゃなくて他の技でなんか倒したい。はいはい、オッケー。よし、簡単なギミックやね。見てくれてありがとうございました。グッドボタンかバッドボタン、どちらか押してください。チャンネル登録よろしくね。通知ボタンもお願いします。